はい、ということでサイドクエストラリーの解放、まあ、この人のミッションサイドなんですけどいろいろ長いんですね。メインあのストーリー実況とか取り扱ってないんですけど、ちょっとこの人でいろいろ実験、ラリーを実験から解放する方法を見つけろっていう説明ですけど、俺の実験が入りますね。とりあえずね、この人に話しかけると、第一段階はパープルトップ電波塔行きパラボのアンテナを破壊することだ、ね、アンテナを破壊することなんだけど、この人と一緒に行きます。この人は行かないというかついてきてくれないんですけど、無理やり連れてきます。で、ラスト3個来た。ね、ここの上はさ登れないから飛行機に乗ってって来るんだよね。まあ、ここに行くんだけど、ここに行くとこのラリーさんが飛行機で来てくれるんですけど、もし一緒に行った場合、そのこの人と飛行機で来たラリーさんが2人になって、まあラリーさん2人になるんじゃないかなっていうことですね。はい、ということで登ります。負けないようにしなきゃ。よしよし、OK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 。 一応下見てもまだ彼はいるので、まあ、ヘリには乗ってないですね。まあ、ヘリに乗る時間はないはずなんだよね。これでそれは証明できてるはずなんだけど、あ、これ撃った後来るよ。あのヘリね。おい、助けてくれ。よし、行くぞ。来た。え？ここからなら完璧に見えるよ。掃除を覚えてまだ20分足らずなんだ。さっき兄に教わったばかりで。お、どういう現象になってるんだ。ちょっと遠いからね。頼む、助けてくれ。あれか？あれ？誰も乗ってないってことじゃない？これ。あ、操縦士いないから、ここでなんか、ブーンってなっとるやない？これ。あ、なるほどね。接近してきてくれないんだ。そっか、飛行機だけ出てきて、あいつだけ、あいつだけ下にいるからね。あ、なるほど。やられた。そうか。あ、無人の飛行機なんじゃない？あれ。とりあえず下降りて見ていこうよ。これね、ロード挟まれるとね、もう消えちゃうとかや、なんかうまい具合にいかなくなるんで、難しいですね、検証は。にファークライ5のオートセーブが厄介だね。あれ？ちょっと待って。ああ、今から行く。助けてくれ。蘇生するってはあるけど、人がいないですね。ああ、人がいない。多分ね、人はいないけど。そうか、あっちに肉体はあっちにいないといけないわけだからね。魂だけこっちにあるみたいな、そういう感じかな。多分ね、蘇生したら多分あのヘリが勝手にブーンって動くだけだと思うので、これもオートセーブなんで1回しかできないんですよ。なんで俺はあのヘリを撃ち落とします。まあ俺の予想ではヘリを撃ち落とすと、
まあ、ヘリは爆発する。で、こっちのやつを蘇生すると、ヘリがないのに、あいつがなんか空中からファーって、ヘリじゃないのにあいつだけファーって、飛んでくるっていうバグが起きると思うんですね。とりあえず、もう一回登って、飛行機を撃ち落とそう。ヘリか。撃ち落としてみよう。あれ、RPG 欲しいな。じゃあ俺のこの野球部時代のテクニックで手榴弾で、ここら辺じゃない？ここら辺だ、ここら辺だ。やっぱ俺野球部時代濃厚だったからな。RPG 落ちてない？ちょっと RPG ないな。ん？こいつのもらえばいいんじゃない？ひらめいた。そやそや、あ、だめだ、 RPG 落とさねえわ。ちょっとね、RPG がないのでちょっと蘇らせてみよう。誰もいないけど、するとあ、やっぱ動き出すんだ。ちょっと登ってみるか。なるほど、これで魂と肉体が一致したわけですね。なんか回れ回れなんだけど、とりあえずやりたいことは分かったでしょ。みんなさん、俺は降りるぜ。バイバーイ、脱出。よし、あいつがなんだかどっかに吸い込まれてったらバグ走よう。あ、やっぱあいつ最後に、いや、やりやがる。まあ蒸発というか消えちゃうんだけど、俺も入ってみようかな。なんすか、なんすかね、星みかんみたいなやつ。僕が死んだらみんなも死ぬんだ。蘇生して、よし、発電機まで走ろう。よし、行け。いいんじゃない、あいつはいねえぞ。くらえ。あれ？ラリーな、別にこんなが入ってないけど、ラリーのクス出てきたわ。ほう。はい、ということで、先ほどと同じ状況になりましたね。掃除を覚えてまだ20分足らずなんだ。
に教わったばかりで。よし、それが RPG 打ち込もう。これでよ、これで打ち込んでぶっ壊れんのかな。あ、ラリーのヘリコプターが破壊された。まあ、ラリーが死んだではないからね。なるほどね、よくできてんな。ラリーが行っちまったわけじゃないからね。面白くないね。あのラリーがパーって行くのが俺見たかったんだけど。